皆様こんにちは。バイマバイヤーノアスペインこと長澤みどり子です。本日のアイテムをご紹介したいと思います。本日は、ミュウミュウの、ね、バッグをご紹介いたします。こちらはダストバッグがね、こういうふうに大きいバッグ用とストラップ用両方2つついてます。最近ミュウミュウあのストラップにもこういうダストバッグがついてくるようになりました。で、ギャランティーカードがついておりまして、バッグはこちらになります。こちらはマドラス素材を使った定番アイテムですね。で、大きさはミディアムなんですが、日本人、アジア人にね、この大きさ人気があるようです。あの大きいサイズも前販売あったんですけども、ちょっと大きすぎて重くなっちゃうしっていうことで、こちらがね、やっぱりあの残って販売が今引き続きございます。で、このお色はバイカラーのね、これはバイカラーのものなんですね。で、リノっていうお色と、ここはカメオベージュに2色の、あの配色になっています。で、これ組み合わせのいろんなものがあったんですけども、この前の冬の、セールの時はこの別のねお色をピンク系なんかがあのセールになっておりましたが、こちらリノカメオはあのやっぱり人気があって、あのセールにしなくてもとても売れますので、お店の方でこちらはセール対象にしていないんですね。ですので通年販売ということで、今回もあのこちら受注いただきました。で、金具はここにゴールドになってまして、このねストラップのこの金具のところも全部ゴールドです。で、このストラップは、5個のね穴がついてて調節が可能でして、斜め掛けも日本人の方だったらしていただけます。このロックをねこういうふうに横に外しますと、ここに開きますから、そうすると中がねこういうふうに見えます。で、真ん中のねここの部分が大きいコンパートメントで、両脇にこことここにこういう感じで3つに、ね、分かれてます。そしてこの片方のところにはこのファスナーポケットと、もう一個あのスマホポケット見えますでしょうか、このこちらがついております。ですので、仕分けこう整理がね中でしやすいあのようにできていて、最近このプラダミュウミュウはこの区切られてるものがあのスタイルが人気になっているようです。で、あのお色の方はこちらバイカラーなんですけども、モノカラーのね一色だけのものもあります。ブルー系ですとか、もちろんブラックも定番でありますし、イエローなんかのお色、ピンク系なんかも販売ありました。で、今回まだあの夏はこれ出てないので、秋冬にまた新色がね出るんじゃないかと思うんですけども、そうしましたらまた出品の方をご紹介していきたいと思います。こちら大きさの方はですね、28センチの 22.5 の脇が7センチなんですけど、この部分も入れるともっとね10センチぐらい、10センチ以上ありますね。結構あの広がる、こういう感じで横はね比較的大きめだと思います。大きさがちょうどいいんですよね。あの重くなりすぎず小さすぎず、長財布もしっかり入ります。あの余裕で入りますし、書類の小さいなんかはねちょっと入れていただいてもいいですし、お化粧品ももちろん入って、ペットボトルも縦にここ入りますので、そういう点ですごくあの便利じゃないかと思います。で、ドレッシーな格好にもね、あのこのストラップつけてこのハンドバッグとして使っていただくこともできますし、もちろんカジュアルでね持っていただいて、ジーズなんかにも合わせやすいかなと思います。本日はミュウミュウの、マドラスのリノカメオバイカラーバッグをご紹介いたしました。それではまた。Thank you.